これからリハビリホームグランダ平和台をご紹介いたします。当ホームは東京メトロ有楽町線副都心線平和台駅から徒歩4分約320メートルの場所に位置しています。ダイニングルームでは通常月2回行っている技能訓練指導員による集団体操やフラダンスなどのアクティビティを行っています。ティールームでは春には桜を生けてお花見をしたり季節に合わせたイベントを実施しています。ウッドデッキでは野菜を栽培して収穫しています。また日中は開放していますのでご自由にご利用いただけます。当ホームでは技能訓練指導員をおおむね合計週40時間以上配置しており、さまざまなリハビリをご提案させていただきます。居室は全室個室となっております。またお体のご状態に合わせて福祉用具の配置などもご相談いただけます。ぜひ一度ご見学にいらしてください。皆様のご来訪をお待ちしております。